サマーということですね。はい、どうも、アキキュンです。ということで、フィッシュアイズ3続きプレイしていきます。よろしくお願いします。イエーイ。だいぶとね、風邪も治ってきましてですね、鼻声、若干の鼻声ということで、若干の鼻声ということなんで、やっていきたいと思います。自然のね、ちょっと川のせせらぎやったりね、鳥のさえずりやったりね、あと魚のね、雰囲気であったりとか、ちょっとそういうのを感じてね、ちょっと仕事行く前にちょっと癒されたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、今回はですね、新しい釣り場が増えてるんですね。岩名沢っていうところで、イワナをね、10匹釣ってこいっていうことなんで、早速ね、行きたいと思います。初めての場所ですね。楽しみですね。釣り橋がグラングラン揺れてるっていうことでね、気をつけてくれよみたいなことを言ってたんですけど、釣り橋とか、ああいうグラングランするのが怖いよっていう方がね、いらっしゃいましたらですね、コメント欄で教えていただきたいなと思います。まだね、そういう絶叫ポイントがここにありますよとかっていうのがあればね、それもね、コメント欄でね、教えていただければなと思います。ね、ついにね、ぜひね、評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、やっていきます。で、対象魚一覧での、今右にね、見えてますけど、イワナ、ウグイ、カジカ、カワサバ、っていうことですね。イワナとかね、やっぱりね、綺麗な川のとこでしかいない魚なんで。ね、もうだいぶと、今ね、ちょっとね、開発されてしまって、山とかが、いないんですけど、あれ？何やねん。グラングランしてるからとかって言ってたのに。そういう、釣り場のポイント、あれやんか、釣り橋、グラグラしてるからとかって言ってたのに、なんだよ。ってことでね、タックルを変えましょうか。すごいね、プレステ2、1個目がちょっとあかんかなって、今ね、古いやつ書き集めてじゃね、古いやつ書き出してね、ここで、やってるんですけどね、すっげえ音が、ってめっちゃ鳴ってるわ、ほんま。っていうことです。このね、右上のターゲットってあるでしょ。右上のターゲットっていうところでね、L2、R2 でこう選べるんですよ、魚が。で、それに合わせたタックルがね、そこをね、ターゲットを合わせると、それに合ったタックルが選べるっていうことなんですよね。で、このね、多分ね、ハートプラス8とかって書いてるのが、その相性ですよ。相性、ターゲットに対する相性なんで、だから、これよりかは、これの方がいいっていう、そういうとこですね。多分。でもね、1個しかないんで、なくなったらなくなるんやろな、これ。っていうとこなんで、ちょっとね、なんかこの相性が良さそうな、このプラス8になりそうな、ちょっとこれちょっと太くしとこうか。よし、これでいける。はい、ということで釣りますね。わ、綺麗な、このっていうのがね、やっぱね、あ、流れてく。ちょっと川の流れに任せましょう。そこおるな。ここに見えます？そこ。おる、魚影が見えとんねんな。来たのに合わせがむずい。ね、なんか大きかったですね、今ね、魚ね。あれ？
じーっと待っとかなあかんのかな、このやり方がね、やり方がちょっとまだね、いまいちなんですよ、正直。丸ボタン押しちゃあかんのか。なんかこうロッドアクションつけようと思ってね、あの丸ボタンがこうあの巻く、巻いていくんですけど、リールを巻くんですけど、それよくないんかな。こっちじゃこっちじゃ食いつくん、そんなバカな話ある。餌じゃないのに、餌じゃないのにね、あの疑似餌のにっていうことですよね。むずいな。フルテなんだけど、めっちゃ勢いよく来た。なんやろ、結構大きい魚やねんな。イワナかな。あ、かかった。キュインってなった？キュインってなってないような気がするけど。すげえ水面が綺麗ねんな。すげえ泳ぐ、すげえ泳ぐ。めっちゃ割れる、めっちゃ割れる。なんかおる、なんか小さい魚おる。ああ、このキリキリっていうのはね、もうあれなんですよね、引っ張られて。あ、タツゲヒだ、タツゲヒだ。あ、きついきつい。全然分からへんねんけど。お、これまた。ちょっと、全然釣り上げられへんで。あ、外れた。マジかよ。よし。難しいぞ。これ言わなかな。水の中でもめっちゃ綺麗やん、ほんま。今こういう自然なと、自然で、こんな、こういうとこあります？だいぶとね、もう、開発。こんな綺麗なとこあんまないでしょ、もう。めっちゃめっちゃ引っ張られるな、すごいな。あかかか、あかか、切る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 。あかか、全然全然分からへん。
ちょっと待って、ちょっと待って。全然分からへんで。まこうとしてすぐ反発しときよねんな。え、何これ。ああ、何これ。全然釣られへん。ちょっとちっちゃめや。ちゃうのあれ、なんか、竿をこう、ロッドをこう、向き変えて、線を、ええんやな。触る方がええんやな。これ、キリキリするとき。もう、マコードしても反発してきようねんけど、何これ。4匹。あ、岩だ。や、岩だじゃん。やったじゃん。あ、綺麗。綺麗な魚ですよね。岩だね。やっと1匹。疲れた。あ、不良。10匹やね。10匹釣れる。なんか、竿を動かしながらせなあかん、ま、あの、リール巻いていかないと、あかんみたい。あかんみたい。川サバかな、あれ。魚のね、動きに合わせてね、ロッドをね、倒しながらね、リールを巻くんですよ。めっちゃ元気、めっちゃ元気。水の中、水の中の、あ、外れた。何や、これ。むずい。うお、めっちゃ勢い来たぞ。言わなか、これ。めっちゃ元気、めっちゃ元気。やばいやばい。めっちゃ元気、めっちゃ元気。全然分からへんもんな。何、ちょっと待って、ラインが細い。細いやんってことある？あるか。20センチ言わない。うわ、早っ。
20センチ、イワナってどうなの、でかいんかな。すげえんけねんけど。ライン太くしたからか。すっげえガリガリいけてたような気がする。もうちょっとや。すいません。もうちょっとやんのに、もうちょっとってとこでな、粘んねんな。23センチ、言わな。いいね。2匹目。不良。10匹も釣れるかな、これ。入れ食いなんやけど、っていうか。今2匹目ですね。なんかどうしても無言だな、釣りやってる時に。おお、でかい。なんかでかい時はね、あのね、この、もうもう言うからね、あの、泳ぐ音がね。お、お、あ、キーキーキなかなかあれやわ。巻くチャンスが、巻くチャンスがないわ。デカめじゃない ?23、デカめじゃないこれ。不良ばっかり。健康状態悪いやつばっかり。3匹目ですね。やっと。あ、先にどうとならなかった。合わせが甘かったかな。ああ、外れた。やっぱあれですね、合わせるのがちょっと甘いと外れますね。なんなんこれ、これ一本釣りみたいなやつ、なんなんやろねえ。一本釣りみたいな、たまにあるんですよ。合わせがどんどんしやったら釣れんのかな、ああやって完璧に合わせてあえて釣れるのかな。はあ。
あれ、めっちゃ水ここ綺麗な、このここの水のこの流れてるとこめっちゃ綺麗な。よし、あー、うそ、イエーイ、23センチ。大きさがちゃう、3センチ。良好。イワナ、振り、あれな。あ、もう角度が違うだけか。びっくりした。なんかすっげえ細くなったと思った。びっくりした。何この魚と思ったら。なんでこんな、なんでそんな下から見た角度になってんのこれ。不良だから、調子悪いから。あれ、ちょっと暗くなってきた。ほら、ここでメニューでね、今ね、夏の夕方晴れっていう風に出てるんですよね。ね、赤色になってる魚が。夕方やからかな、なんか違うの釣れてるのかな。夕日が反射して赤色になってるのか、それとも違う魚なのか。あ、違う魚やったらいいな、楽しみやな。ウグイかな。よし、イワナ。あ、やっぱり夕暮れで、夕暮れでやっぱりあれなんですね、色がちょっと夕日の色になってるって。綺麗な、ほらタイミングがバッチリだと一本釣りできるのかな。めっちゃいける、めっちゃいける。この、このシーン、ね、いい、水中のね、このアングルなんのいいですよね。ずっとそれやったらいいのにな。おいおい。おいおい。イエーイ。
23センチ、でかい。あ、ちょっと待って。健康じゃないやつ逃がしてあげよう。なんかあれやんな。あ、死にかけてんじゃん、これ。ぷかーっと、ほら、待って。ほら、元気ないから、もう、ぷかーっと横向きに。逃がしてあげよう。お、良好。あれ、不良。あれ？お、逃がすやつ間違った？ひょっとして。逃がすやつ間違った。うん、イエーイ。いいね。ちっちゃいからなんかな。ね、ちっちゃいからそっと開ける。あし、あと一匹。これ夜なるんかな、夜に。あお。10匹目やったぜ。逃がしてきますね。ほう。ということでね、10匹釣ったんですけど、もうちょっとね、もうちょっとやってみたいと思います。お、なんかデカっぽい。デカくないか。お、いいね。これね、かっこいいですよね。ずっとそのアングルやったらいいのにな。なんかやっぱ迫力が、迫力というか。臨場感というかね、やっぱ違いますね。イエーイ、やったぜ。28、でかい。ちょっとこの元気がないやつちょっと入れ替えとこう。で、良好、いいね。お、でか、でっか、でかー。いいね。すごいすごい。美味しそう、美味しそう。あ、もうそろそろ日が暮れます。アクアロッチへ帰りましょうということですね。帰りましょうか。では10匹ね、目標通り釣れましたんで。はい。ということで本日の釣果がこちらですね。はい。なかなかね、最初ちょっと難しかったですけど、合わせるのが、なんか、この間のヘラブナは、こう、グッとなるのを待たなあかんかったんですけど、今回、イワナは、すぐ、パッと来るんで、そのタイミングに合わせるっていうね、ちょっとあれですよね、ね、織田信長と、徳川家康の、ね、あの、ホトトギス、のあれみたいな感じですよね。え、違うか。違うかというか、まあ、どうでもいいかっていうね。はい。これボード。はい。流水水槽の方にね、じゃあ、釣ってきたイワナを入れましょう。
はい。はい。はい、入れました。で、ちょっと見覗きますね。いいね、いいに、こんな水槽あったらいいなとかと思いますよね。餌。三角でね、餌あげるんですけどね。うん。めっちゃく、あ、これこうやって選んであれすんねや。あお。もう食えねえよってなってた。もう食えねえよっていう。合図を出されてしまいました。こっちの方も見てみないと。こっちがちょっとね、やり方わからんことしばらくね、ね、あれしてんの、ほら、もうお腹かもペコペコなんですよ、みんな。餌あげとこう。お。なるほど。魚をね、丸ボタンで、魚を選んで、で、餌をあげると、そいつが食べてくれるっていう、そういう仕組みか。ずっと向こうのやつに、今で言うとね、向こうのやつに餌あげたかったのに、こいつばっかり食うのなんでやろうなと思ってたんですよね。ちょっと、お腹みんな減ってる。ほったらかししすぎたから。こんな水槽家にあったらほんまたまらんな。いや、元気ないやん。お腹空いてるからか。元気ないやん。餌にも追いつけてないやん。やばい。こいつ餌食べへんくなってる。ほら。餌食べへんくなってるやん。やばいやばい。おうおう。食べろ食べろ。おう、やっとや。食え食え。おう。元気になってくれ食って。健康状態はいいみたいですね。お腹減ってるだけで。え、食ったんか今。もうちょっとおい、なんか食ったリアクションしてくれ。おい、もういらんのか。狙うの？お、いけ、追いつけ。消える前に食べろ。おー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 、すごい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 。おー。間に合わへんかったな。残念。よし。やばいやばい、みんな腹ペコやん。お、早っ。あ、体ちっちゃいから。あ、違うか。お、お、体ちっちゃいから。よし、水槽の世話も終わりましたんで。今日寝たいと思います。今日寝たいと思います。はぁ、疲れた。
ね、あのちょっと山道、岩場とか歩いてあそこまで行くのが大変やだな。お、ワンコロリン、アキ君が手紙を加えてきた。よう、この間の手紙でイワナは10匹釣ったけど上流部屋の道なんてどこにも見当たらないと言っていたけど、まあ長い間この地を離れていた君だから無理もないかもしれないな。もう一度言うけど、対岸の大岩の影に岩の裂け目があって、そこを抜けると上流部、人が入っていないので多少草木が邪魔してやるかと思うけど、確かにある道だから、もう一度確認してみてくれればすぐにわかると思うよ。滝つぼ。今でも水量豊かなこの大滝は岩名止めの滝、これ以降の上流には魚は存在しない。釣り場としては冠川の上流最上流ポイントに当たる。そうそう、君もまだ忘れちゃいないだろう。やつとは僕もあれ以来一度もお目にかかってはいない。でもおそらくまだ生きていると思う。チャンスがあったらためらずに狙っちゃえ。やつクラブは目指し級かもしれないけれど、いわゆる食事クラスがゴロゴロしている。食事の費用 3.4 も楽しめた頃にまた連絡してくれ。何て読めるの、 3.4 でいいんかな。この間君が初めて釣り上げた魚についてちょっとした豆知識を少し。今のは餌に食いついてもすぐに、あ、そうなんや、すぐに飲み込まず安全な場所まで待って行ってから、持って行ってから食べるという習性があるんだ。だから当たりがあったら少し送り込んで軽く竿を立てるよう合わせるのがコツだ。焦って早合わせしてバラシの山を気づかないように気をつけるんだ。ってもっと早く言ってほしかったですね。バラシの山を気づいた後にそんな言われてもっていうとこですよね。はい、いつも手紙ありがとうございます。はい、ということで無事に岩穴を釣りましたんで、次ね、この滝壺っていうところに行きたいと思います。今回はこれでね終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで今日もね、皆さんいい一日をお過ごしください。ということでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。